大体1時間少々で、それが一区切りということだそうですので、その後大体まあ2時ぐらいから、あと終わり、17時までの3時間ぐらいが実践編ということで、PC 使いながらの実習ということになるということです。ではよろしくお願いします。はい、では引き続き理論編の後編ですね、いきたいと思いますが、まあ、理論編って名前ついてますが、あの反実践反理論みたいな感じで、実際に僕がもう分析したやつをここでお見せするというですね、そんな感じで具体例を見ながら、なんて言うでしょう、理解を深めていただくという感じになります。で、もう一回ちょっとおさらいというか、サンプルデータはこんな感じのデータでしたという感じですね。で、これが レベル1ですね、個人単位で取っている変数になります。でこっちがレベル2ということで、まあ、集団単位で取っているデータですね。で、先ほど、質問にもありましたように、レベル1といえどもですね、集団単位の情報が入っているというですね、部分もあります。それはちょっと、それはそれでまた中心化の話的にします。はい、まずはですね、急内相関係数を出そうということですね。まあ、それをちょっと、出し方というか、まあ、出し方というわけですね、出しますって話ですね。で、急年相関係数は、大抵のソフトウェアは直接計算はしない、してくれないんですね。で、HLM の、プロシージャーを使って、入ってますで、ヌルモデルというのを構築して計算します。で、ヌルモデルというのは説明変数が何も入っていないモデルのことを指します。で、この説明変数があんま入ってない、目的変数だけのモデルっていうですね、を走らせる。で、それがこの結果なんですけれども、まあ、これ実はすでにお見せしたものですね。0.349 が集団間変動ですね。で、0.637 が残差の分散。で、残差の分散っていうのは結局集団内変動のをプールしたものになるんですけども、まあ、その他っていうふうに思ってもらったらいいです。でこれ実は、集団を、要因にした一元配置分散分析を、まあ、しているのと同じような感じの結果になるんですね。まあ、実これは 0.349 というのは効果の分散とはちょっと違うんですけども、徹底的には同じようなことになります。よいしょっと。で、イメージとしてはこんな感じです。これはイメージ図ですが、説明変数、あ、ごめんなさい、目的変数である満足度の、集団間の変動を潜在変数として、まあ、推定してやっていると。で、構造方程式モデルに親しみのある方はですね、こう潜在変数を丸で書くっていうのはなんか見たことあると思うんですけれども、そんなイメージですね。これが測定された満足度の変数で、ここに潜在変数としてのレベル2の分散が推定されるんですね。まあ、これがその残った分散を表すわけですが、tau00、まあ、今回説明変数がないので0というのもいらないんですけども、まあ、その tau00 が 0.349 で優位で推定する。で、残差分散が 0.637 でですね。で、この σ というこの残差分散はレベル1の、まあ、変動、目的変数の変動ということです。でこの集団間変動が優位であるというのがマルチレベルを使うべき変数だっていうのは基本的な流れなんですけども、まあ、先ほど言ったようにこの優位性だけに頼るっていうのはどうかねっていう議論は当然あるんですが、まあ、一つの基準ですね。この切片が優位であるかどうかっていうのは注目すべきポイントです。で、急内相関係数どうやって出すのって話なんですが、この急内相関係数は集団間変動を全変動のうちの集団間変動の割合ですから、この HLM のヌルモデルからもう計算することができるわけですね。これを先ほどの理論編の前半でお話しした数式で表すとこんな感じになるんです。満足度の分散はあ、ごめんなさい、満足度は、平均値であるガンマ00足す集団間の変動の U0J 足す、モデルの残差の EIJ によって説明できる。で、これが固定効果、この2つが変量効果ということになります。
で、それぞれの U0J と EIJ の分散成分が Tau00 と Sigma だったということですね。これをちょっと思い出してください。で、この Tau00 と Sigma の合計が、これは実は満足度の分散とイコールだとですので、全変動っていうのは Tau00 たす Sigma、 集団間変動っていうのは Tau00 だですね。これを実際数値当てはめてやると 0.349 割る 0.349 たす 0.63 なので 0.354 という値が出ます。これが嗅内総括ですね。で、約 35% が集団で共有されるということになります。もう半分おさらいみたいなもんですが、まあ、先ほどの午前中にお話した数式も踏まえながら、まあ、書くとこんな感じになるよということですね。このように HLM をヌルモデルで推定していることによって、必要なパラメータが計算でき、出力されますので、それを使って、まあ、手計算で、なんすかね、算出することができます。で、嗅内総括の優位性検定は先ほど言いましたが、一元配置の分散分析の F 値 P 値と完全に一致しますので、いわゆるほとんどのソフトウェアが入っていると思うんですが、一元配置の分散分析ですね、100集団だったら 100水準がある、一元配置の分散分析ですね。それの自由度 F 値 P 値は完全に嗅内総括の、ものと一致します。で、その検定結果とこの Tau00 の優位性検定の結果っていうのは、まあ、大体同じ結果になります。ただ、推定方法が違うことと検定方法が違うことと、あとそもそも、全体の変動の割合を考慮してないということから若干変わるんですけども、まあ、大体同じものだと思ってもらって結構です。はい、で、実際ですね、じゃあ、サンプルデータ使って回帰分析で HLM 両方やっていこうと思います。もう普通の回帰分析の結果がじゃじゃーんとこんな感じで、これも先ほど実はお見せしたものと同じではあるんですが、今回は集団成績も一緒に入れてます。要は2変数の、重回帰分析ですね。あ、ごめんなさい、あ、もうこっち表じゃなくてこっちでもいいですかね。集団成績と発話量のそれぞれの効果がこんな感じで出ますよ。残差分散が 0.818、 これはまあ、回帰分析なんでね、そんなに難しくないと思うんですが、重要なのはここの推定精度ですね。まあ、特にこの集団レベルの変数の集団成績の標準誤差に注目してもらったらいいんですが、このあたりが、ちょっとちゃうでっていう話ですね。じゃあ実際ちょっと HLM やってみます。やってみますというか、まあ、結果をただただお見せするだけなんですが、この発話量の効果が先ほどコンマ287だったのが265になったんですね。で、標準誤差はほとんど変わりませんね。これなんでこっち変わらないかっていうと、今回ランダムコエフィシェントを推定してない、回帰数の変量効果を仮定してないんですね、今回ね。切片だけの変量効果を仮定しているので、回帰係数はほとんど回帰分析と同じになってます。ただ、レベル2の方の標準誤差がですね、0.037 から、あ、ごめんなさい、0.030 から 0.037 になってますね。こっちの方が大きいということは、先ほどの回帰分析の推定精度が間違っていたということになりますね。なので、おそらく普通の回帰分析の結果はタイプ1エラーを犯す危険が高いと、確率が高いと考えられます。あとは違うのは、この変量効果が推定されるですね。変量効果の分散成分は、こんな感じになります。で、変量係数ですね、いわゆる回帰係数の分散が推定してないモデルの場合は、この集団間の変動である0.213 と 0.605 を足したものっていうのは回帰分析の残差と一致するんですね。単純にこれは足し算で表現できるわけです。だから回帰分析における 0.818 の残差分散は、
集団外変動と集団内変動に切り分ければこんな感じになる。で、説明できてないのはこのコマ605ですから、まあ一応、予測精度としては、まあ集団っていうものを入れればですね、まあちょっと良くなっていると、に考えますね。よいしょ。で、これパス図で書くとこんな感じになります。イメージとしてはね。発話量は満足度に対してパスが引かれてますね。で、集団成績も同じように満足度にパス引かれてるんですけども、集団成績というのはレベル2の変数です。なのでこれは切片の集団間変動に対して、予測、切片の集団間変動を予測している。なので説明してる先が違うわけですね。で、今この213になってますが、もともとの、ヌルモデルの、切片の変動は 0.35 何だっけ、0.349 だったですね。 0.349 から 0.213 に、小さくなってますね。これは、集団成績の効果によって小さくなった。で、この 0.605 っていうのはもともとは637だったんですね。637から605に減ってるのは、発話量によって、説明されているので残差の段が小さくなっている。で、これを足したものというのは回帰分析の残差と同じになるということですね。なのでここだけ見るとほとんど回帰分析と変わらないわけです。残差が切り分けられているだけですね。で、推定値は、まあ、少し異なるんだけれどもだいぶ近い値ですよ。 HLM の方がバイアスは小さいというふうに考えられます。特にレベル2の変数についてはそうですね。で、残差分散が集団レベルと個人レベルに分かれると。で、標準誤差は集団レベルの変数については大きく違っていて、回復分析の方が小さい、また自由度も大きいということでタイプエラーを起こしてしまう確率は高いと考えられます。で、ということで、まあ、HLM が正しい推定を行ってますよということですね。で、統計モデルとしての HLM の話は今ちょっと変量係数はちょっと抜きにしてますが基本的にこれだけなんです。なので回帰分析と何も変わらないわけですね。ただ、先ほど言ったように、その第一の問題しか実はこれクリアしてなくて、第二の問題ですね、効果の解釈の問題というのは依然残ってるんですね。で、その効果の解釈云々っていうのは実はマルチレベルモデルの統計理論の中には別にあんま入ってなくって、解釈する側が、まあ、用意するというか工夫してそれをなんとか解釈しようというふうにしている部分があるわけです。なので、実はまあモデルの話とその我々がそう使ってマルチレベルを使ってこう解釈するっていう流れっていうのは、まあ若干ちょっと違う部分があるんですね。で、じゃあどうやってその効果を切り分けるかというと実はこれ説明変数の中心化をすることによって切り分けます。説明変数の中心化は、HLM そのものの話じゃないんですね、実は。こっちが説明変数を勝手にいじくるだけの話なので、そこはちょっと意識していただくと、HLM 自体に対する、分からなさっていうのは多少減るかなっていう気がします。で、中心化の話は今からちょっとゆっくりしていきます。で、まあ、あんな感じで HLM やると、まあ、推定精度が良くなる、良かったねとね。推定精度が良くなるというか、推定のバイアスが小さくなるということで、正しい推定ができるよ、良かったねという話なんですが、発話量が満足度に与える影響の単位というのが、個人単位で解釈したらいいのか、あるいは、集団単位で解釈したらいいのか、そういう問題というのが以前あるわけです。ただ、もちろんですね、満足度の得点が1点上がると、ごめんなさい。発話量の得点が1点上がると満足度の得点が 0.265 点上がるということに関しては合ってるんですよ。だからその得点としてのその予測ですね、説明数が1点上がったときに、満足度がその 0.28267 点上がるっていうのか265点上がるっていうのは HLM が正しく推定しています。ただその回帰係数ですねがどういうふうに解釈したらいいのか、その我々構成概念を使うことが多いですね、社会科学の場合というのは。
で社会科学がその結果を解釈するときにはどうしてもやっぱり、説明単位ですね、個人なのか集団なのかっていうところを理解しないと。で、個人レベルと集団レベルの効果を分けるというのが、まあ、今からお話しすることですね。で個人レベルの効果っていうのはどういうふうに解釈したらいいかっていうと、よく話した人が満足したね、まあすっきりしたのか、よく話すことによってイニシアチブを得てですね、まあなんかご満悦だったのか、まあそういうふうな効果ですね。それはその人の喋ることの効果ですね。で集団レベルでそのみんなが発話量が高い効果、これ自体はある種のその解釈自体に理論的な背景が必要で、例えば発話がその相互依存的だ、例えば喋ったらそれに対して答えるっていう風な効果っていうのは当然あるわけですよね。それはまあ社会心理学あるいはコミュニケーション学の観点から解釈できる。でそういう風な会話のその応酬じゃないな、なんだ、そういう相互作用があることによってみんなのその満足度が高くなる。それは例えばざっくりした言葉では雰囲気が良くなったとか、集団が好きになったとか、まあそういう風な効果っていうのがおそらく出てくるわけですね。なんでみんなのその満足度の底上げみたいなのが起こる。こういうのは集団単位で解釈する話です。で、発話量の 0.265 という効果、これは実は個人レベルと集団レベルの両方の満足度に対する効果が混ざってるんだよという話です。で先ほど僕は実はですね、こういうパス図で集団成績は満足度に対してパスが刺さりとかいう話をしましたが、実はですね、ここに発話量から集団レベルの満足に対する効果っていうのが入ってるんですね。これが合わせて 0.265 になってるんです。で、単位をちゃんと分けるという話になると、ここのパスとここの赤の点線のパスっていうのをちゃんと切り分けて推定してやりたい、こういうことをしたいわけですね。で、これをするための手続きが中心化っていう方法です。で、この、説明変数の嗅内相関係数ですね、これ目的変数じゃないですよ、説明変数のこの場合発話量です。説明変数の嗅内相関が高い場合により問題になってきます。もし説明変数のこの発話量が嗅内相関が0であるならば、ここのパスっていうのはありえません。なぜならばここには集団間変動がないわけですから、他の変数の集団間変動に対して効果は持たないわけですね。分散0の場合の相関係数が0になることを考えていただければいいと思います。片方の変数でも分散が0の変数はどんな変数とも相関0になりますね。で今回発話量は嗅内相関がコンマ316で、まあ、優位だということですので、おそらくこのパスというのは無視できないだろうというふうに考えられるわけです。で集団成績はここのパスだけなのかというと、ここのパスだけです。これは個人の情報入ってませんね、集団に1個の情報なので、ここにはどう考えてもパスは引かれないんですね。それはここの、満足度の分散を取るのではこの残差の満足度というのは、集団の情報を持ってませんから、ここの分散は、まあ、言うならば集団レベルの情報はゼロです。だからここの相関は当然ゼロになります。なのでここは、純粋な集団レベルの効果の推定値 0.157 は出てきている。ここは正しいですね。問題はここです。で、中心化というのをしますが、嗅内相関が高い個人レベルの説明変数には個人と集団の効果が両方含まれているというのが問題だったので、そうですね、個人レベルの効果を純粋に推定してやるにはどうしたらいいかというと、集団レベルの情報を取り除いてやればいいんです。そうすることによって純粋な個人レベルの効果を推定できる。でどうやって集団レベルの情報を取り除けばいいかというと、これ実は簡単で、集団平均を引いてやればいいんですね。で集団平均引いたらどうなるかというと、全ての集団の平均値が0になるんですね。当たり前ですけどね、各集団の平均値ですよ、全体の平均ではありません。各集団の平均値を個人から引いてやれば、各集団の平均値は当然0になります。各集団の平均が0になるということは、集団の変動というのはなくなりますから、これは残ったものは個人レベルの変動だけになるんですね。でこういうですね、集団の平均を全てゼロにするっていうのを、集団平均中心化
日本語ではそう言います。英語ではですね、グループミンセンタリングとか、センタリングウィズインクラスターというふうな言い方をします。で、グループミンセンタリングと、あとですね、グランドミンセンタリングというのがありまして、略称が両方とも GMC になっちゃうので、なんか略称の時にはセンタリングウィズインクラスターの方をよく使うんですね。CWC とか、あるいは単純に WC とかいうふうに、表記することがあります。じゃあ次、集団レベルの効果、これをどうしましょう、ね。まあ、集団平均で中心化するということは、その集団平均値を引いちゃってるわけですから、その集団平均の情報というのはなくなってますよね。それをレベル2に入れてやるというですね、発想です。それによって失った集団レベルの情報をモデルに組み込むことができます。ただ集団平均値は、その個人内の変動が集団に1個だけの値ですね。なのでこれはレベル2の変数になるわけです。だから投入先がレベル1からレベル2に変わります。で、集団レベルの変数っていうのはそういう感じで集団平均値を入れればいいんですけども、これ HLM の、まあ、誤差法ですですね。レベル2の変数は全体平均で中心化することが多いです。これ必須ではないんですけどね。でなんで集団平均で中心化するかというと、レベル間交互作用を投入する場合に、回帰分析で交互作用を投入されたことがある人はご存知だと思うんですが、平均をゼロに中心化しますよね。まあ、そのことです。だからレベル間交互作用を見たいときに、その解釈がですね、全体平均で中心化しておくとしやすいんですね。で、説明変数は別に平行移動させたって効果は変わりませんから、中心化しようが別に回帰モデルにそんな大きな影響は及ぼしません。切片が変わるだけです。ですので、レベル2の変数はグランドミンセンタリング、全体平均中心化を行う。で個人レベルの変数は、集団平均で中心化するで、この2つの2種類の中心化をそれぞれのレベルに適用してやるということを、とりあえず覚えておいてください。これが一番最もこう典型的な方法です。で中心化したものがこんな感じになるんですね。元々の発話量のデータが、この B 列のものです。で発話量 -M って書いてますね。これは集団平均値です。323の平均値が 2.6666 ですね。311の平均が 1.6666 という感じになっています。でこの集団平均値を引いてやると、発話量 -WC ですね、これ3-2.666 は 0.333、 そういう具合です。これが、集団平均に中心化したものですね。でお隣にあるですね、この発話量 -M-C ですね。これは、この 0.2666 のこの集団平均を全体平均で引いたものです。全体平均がだいたい 3.4 だったかな、 3.2 か 3.2 点ぐらいなんですけども、を引いてやればいいということになります。こういうデータセットを作ってやって、これは HLM とは全く別にね、作ってやる必要があるわけですけども、作ってやってこの新しく作った変数、すなわち WC と M と C の方ですね、これをモデルに入れてやる。元のデータは使わないわけですね、発話量についてはね。こうやって2つにこう分割されてるわけですね。はい、ではこの、説明変数をその中心化した2種類の中心化した変数を、HLM に投入してみましたよと。で、結果ですね、発話量の WC の方が 0.220 で、発話量 -M 集団レベルの方ですね、これ全体平均で中心化してますけど、ちょっと M だけにしますが、回帰率が 0.344 なんです。もともと 0.265 だったのが220と344にこう分割されてるわけですね。で、これは平均的な効果ですので、この混ざってたってわけですね、220と344が。で、見た感じ集団レベルの方が効果が大きそうだなということが分かります。表ではここに出てますね。でこれ標準誤差見てもらったら分かるんですけれども、
かなり大きくなってますね。で、個人レベルのさっきの標準誤差は 0.05 ぐらいだったのが 0.067 まで、大きくなってますね。で集団効果の発話量の効果は 0.089 ぐらいになってます。で自由度はそれぞれ計算方法が違います。中心化したものというのは集団の情報がありませんので、集団100個分の情報を失っているというふうに考えられるんですね。なので、自由度は、集団の数300-100の200を基準に計算されます。一方集団平均値の方は、100個分の情報しかありませんから自由度は100を基準に計算されます。これをパス図で書くとこんな感じになります。この発話量を平均化したものがこの、集団平均値ですね。でこっちは、中心化、集団平均で中心化しています。でこういうふうに説明変数を2つに分割してやることによってそれぞれよいしょとこうですね、純粋な個人レベルの効果と集団平均値の効果というのをこう分けて、推定することができるようになるわけですね。もともと265だったのがこうやって2つに分けた。で今回両方とも正の値ですが、これは、集団レベルの方がマイナスで個人レベルがプラスとかそういう逆もしかですね、要は完全に独立した変動になりますので、今回両方ともたまプラスですけども、片っぽマイナス片っぽプラスとか両方ともマイナスとか、何でもありえます。でなのでなんか今回の例だと別にその混ざってたってそんなに解釈変わらんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、もし集団の効果がマイナスで個人の効果がプラスだったとすると、合計すると0になりますね。で、それでまあ優位にならない。それはやっぱ誤った解釈になるわけです。個人の効果はプラスで集団の効果はマイナスっていうことになると、それはそれで当然解釈するべきことですね。個人は例えば喋ったら満足するけれども、集団が喋ってたら満足しないみたいな効果がもしあるんだとすると、それは独立なプロセスとして解釈するべきですね。それを混ぜて、いや何も発話量は効果がなかったって主張するのはやはり、現象を正しく表現できてないことになる。まあこういうふうな感じことがありますので、分ける、ね、レベルごとにちゃんと説明変数を分けることが推奨されます。当然ですね、説明変数の球内相関がすごい小さい場合はこの平均値の変動っていうのは非常に小さくなりますし、その元々普通に HLM やった場合の効果っていうのはもう個人レベルの純粋な効果をほとんど反映しちゃうので、球内相関が非常に小さい場合はわざわざ中心化とかそのレベルに入れるとかそういうことはしなくていいです。はいはい、説明の球内相関ですか。先ほど言った HLM のヌルモデルを使う方法で計算する。まあ、このような感じでですね、よいしょ、それぞれの効果を解釈ですね、個人レベルの効果というのは、優位な効果ありましたが、まあ、よく喋った人を満足するという効果があったんだろうですね、だから喋ることの効果ですね。で集団レベルの効果というのも優位でして、しかも、まあ、おそらく個人レベルより効果が大きそうだ、まあ、これパスの差の検定やれば、まあ、優位になるんですけどもまあ、そうするとよく喋る集団ほどみんな満足しているということになりますね。まあ、それをどういうふうに解釈するかっていうのは、まあ、実質科学的な知見が必要ですね。社会心理学とかコミュニケーション学的な、知見に基づいて、その集団単位の効果っていうのを解釈していく必要があります。場合によってはその集団単位の、効果っていうものを考えること自体に意味がない場合もあります。で、そこはまあ何ですかね、注意が必要ではあるが、まあ、そのみんながよく喋ってる集団っていうのがそのみんなの満足度を底上げするっていうのは別に、コミュニケーションの現象としてはそんなに無茶な解釈ではないと今回は思うので、そういうふうに解釈してもいいかなと思いますが、そうですね、変数によってはなんかそういうふうな解釈も難しい場合もありますが、その辺は結構ですね、分野によっていろいろだとは思います。多分政治学だったら政治学なりの多分解釈があるんだろうと思いますが、ただ
個人の投票と個人の社会意識の関係っていうのは個人に対してありますし、その地域の投票率みたいなものがね、集団効果でありますよね。そういうふうなものが、共有された社会意識とどう関係あるのかとか、政党のその何ですかね、賛成の分布とどう関連あるのかみたいなものは、おそらく地域とか集合レベルで解釈した方がいいってこともあるんだろうと思います。まあ、それはちょっと分野によって変わってくるというのはちょっと注意というか、そういう感じになりますね。はい、まあ中ぐらいの切りがいい感じのところなんで、ここまでなんかちょっと質問ある。はい、どうぞ。はいはい。難しいですね。ですね、その有効性についてと、今回その何でしょうね、要は仮定が満たされてない場合になるわけですね、今回の例というのは。その場合は有効性の議論ではなくって、推定その標準誤差の推定のバイアスの問題になってくるのかなとは思うんですね。でどういうことかというと、まあ、そうですね、直接ちょっとお答えをすると、回帰分析の推定値が、これは推定値ですね、その標準誤差の推定値が、小さくなると思いますね。で、小さくなってしまう。で、それは、そうですね、なんでだって答えればいいんでしょうね。すみません、そこの数理統計的な理解が僕はそこまで追いついてないのでですが、すみません、ちょっと心理学者的な直感的な説明をさせていただきますと、単純にその変数が似てる、その相関が存在すると、その説明変数の方にもですね、相関があって、目的変数にも相関があると、その自由度自体を、まあ、その独立だとその相関がないものとして分布を仮定して、 T 分布を仮定してますけれども、実際相関があるわけですから、その実際そういう情報を持ってないわけですよね。で真のその標準誤差っていうのは、そのデータのような冗長な部分っていうものがある状態で本来推定しないといけないんだけれども、 OLS の場合だとそれがその独立したものとして扱って推定するわけなので、よりその要は、情報がいっぱいあるかのように推定してしまうわけですよね。そのデータがいっぱいあるかのようにやってしまう。まあ、ざっくりと300人ないのに、300のデータとして、推定してしまうわけですね。そのサンプルデータを見ていただいたら分かるんですが、一番顕著な例はこれですね。その集団成績の値が、同じ値が入ってますよね。でこれは情報は本当に完全に冗長ですよね。これを使って回帰分析をしてしまうと、
当然推定精度大きくなりますよね。だって水増されてるわけですから、表情型はやっぱりその分小さくなります。なので これはその有効性 の範疇の話ではなくって、単純にバイアスの問題ですよね。データを水増しちゃってるということです。それによって標準誤差が小さく推定されてしまう。でも実際はここは1個の値なので、これを1個の値だとして推定しているのが HLM になるわけですね。なのでやっぱり OLS の方が標準誤差は見かけ上小さく推定されてしまうということになると思います。まあ、すみません、直感的な説明で申し訳ないですが、はい、他はいかがでしょう。ちょっと遡ったやつでもいいですし、中心化あたりとか大丈夫ですかね。じゃあ、続きいきます。はい、次は、先ほどはですね、切片の集団外変動しか考えませんでしたが、今回は、回帰係数の集団外変動も考えています。あれ、いきなり出ましたね。はい、回帰係数の集団外変動も仮定して推定しましたよと。で今回は、もうすでに集団平均で中心化した変数と集団平均値と集団成績もズバッと入れてますね。で何の集団間変動を仮定しているかというと、この発話量 WC ですね、すなわちレベル1に投入した発話量の回帰係数の集団間変動を推定しています。で発話量 -M は集団平均値ですから、これはレベル2の変数ですね。レベル2の変数ということはどういうことかというと、集団間の変動というものは考えられないわけです。回帰係数については、なのでこいつについては考えません。だからこの2つはレベル2です。上の発話量 WC だけレベル1なので、こいつの回帰係数の、変量効果の分散線分がこの 0.169 ということになるわけですね。で今こいつら全部足してもですね、実はですね、満足度の分散と一致はしません。これに、こいつの回帰係数の事情をかけたものとか、なんか多分そういう計算をしないといけませんが、なのでこれ純粋に足したら、さっきは足し算でいけましたけども、今回、変量係数の場合はちょっとそんな簡単にはなります。はい、で先ほどちょっと違う点がですねありまして、ここですね、自由度が先ほど199だったのが97になっています。これなんで97になっているかというと、集団間の回帰係数の変動を仮定するっていうことはどういうことかというと、回帰係数がその97個の何ですかね、97集団につ、あ、100集団について推定しているということになるので、まあ何ですかね、結果だけ お伝えすると、集団レベルと同じ自由度になるということですね。回帰係数の集団間変動を仮定すると、自由度がレベル2と同じ自由度になりますっていうこと。それが違います。でこれはどういうふうなことをやってるかというと、一緒だ、ここですね、回帰係数の集団間変動ですね。これ丸で書いてるのはここが潜在変数だというふうに、イメージですね。こいつの分散成分が 0.169 だというわけですね。でこれの平均値は 0.194 です。平均的な回帰効果は 0.194 です。先ほどの効果とどれぐらい違う、さっきは220でしたっけですね。220から194と、まあ、ちょっと、推定が変わりましたね。ここは一緒かな、ちょっと違いますか。344が366になってますね。344が366になってますが、ちょっと集団が変動を推定するとこの辺が微妙に変わりますが、まあまあ大体同じような感じですね。でこの回帰係数の変量効果ですね、こいつを仮定するかどうか、これは結構ですね、まあ、いろいろ重要な問題です。で切片の変量効果、すなわち切片の集団間変動はもう HLM を使う以上絶対に推定する必要があるというか、まあ、切片の変量効果推定しなかったら多分回帰分析になりますから、まあ、それは基本的にデフォルトで推定するものだと思ってもらっていいんですね。でも回帰係数の集団間変動っていうのは別に仮定しなくても HLM は成り立つわけです。それは集団ごとで回帰係数が等しいというふうな仮定を置いているというふうなことになるわけです。じゃあ等しいと置くか等しくないと置くか、これをどうやって我々がこの使い分けたらいいかですね。
で会計数 の, しゅあ の, その変量効果を仮定するメリットは予測力が向上するという点がまず一つあります。当たり前ですが集団ごとに会計数違うっていうふうに言ってるんですから当然こうデータに対してフィッティングが良くなりますよね。細やかにこう現象を説明できるようになるわけです。なので当然残差分散も小さくなります。で仮定することのデメリットはモデルが複雑になるということです。でもしそのまあ当然その集団ごとに会計数が違うってことをやればそれはまあ推定精度良くなるんですけども、そんなに違わないのだったらもういっそのことを全部一緒っていうふうに言ってしまった方がまあ論文書くときに書きやすいですよね。要は解釈しやすいってことです。でモデルの複雑さを取るか予測力を取るかですね。これはまあどっちがいいかですね。であるいは理論的にもやっぱり集団ごとで違うっていうふうなことを言った方が面白い場合もあるわけですから、まあその辺で、メリットデメリットを考える。で、まあ、それは理論的な話ですがもうちょっとですね、統計的な判断ができないかということでいくつかあります。でこれは当然切片の集団間変動についても同じことが当てはまるわけなので、なんだ検定だけに頼るというのが良くないというのは先ほど言った通りですが、まずここでは3つですね、判断基準を挙げておきます。統計的な話は2つですね。分散成分の検定による判断と情報量基準による判断、あと理論的な予測ですね、これらがあります。で、まず、そうですね、今回のデータサンプルデータで変量切片と変量係数をそれぞれ変量切片モデルっていうのは、切片のみの集団が変動を仮定するモデルです。変量係数モデルっていうのはプラス回帰係数の集団が変動も仮定するモデル、これどっちがいいかですね。で情報量基準を見ると、仮定しないモデル、すなわち回帰係数は集団間で違わないとする AIC は783、それに対して仮定するモデルは777です。で、まあ、AIC 見ればこっちの方が小さくなってますね。なので、要は分散パラメータと共分散パラメータ、この2つを増やしても、まあ、よりモデルの説明力は良くなっているというわけですね。で、検定結果は解消 分布に従うやつを使えば、まあ、優位だということですね。まあ、こんだけ解消値でかかったら多分普通に規制の検定やっても優位なんだろうと思うんですけども、今回の例でいうと初割の変量効果は仮定した方が妥当だろうというふうに考えられます。でこれ以外にもですね、実は、いわゆる効果量的なものですね、いわゆる標準化された集団間変動みたいなものも推定することが できます。まあ、嗅内相関みたいなですね。嗅内相関ではないんですけれども、信頼性指標というのが出るんです。その要は回帰係数を平均した場合にどれぐらい信頼できるかですね。その全体の変動に比べて回帰係数が持っているその 変動の割合なんですけれども、それを見てやれば、いいんですけれども、それは実はあんまりこう統計学者の中でもどの基準がいいのとかあんまりないんですよね。で結構なんか低くてもいいんじゃないみたいな話もあったりするんですけど、すいません僕はそれちょっと抑えてないので、あれなんですが、一応まあ計算することもできますよ。それどういう指標かっていうのはちょっと後でまた実践編でお伝えしますね。はい。で実際にこの変量係数を仮定したモデルっていうのは集団間で回帰係数が違うというふうに考えるわけですから、それは説明変数に他の集団レベルの変数によって説明できるっていうのは先ほど午前中にお話した通りです。それをレベル間交互作用と呼びますが、それをちょっとやってみますね。で個人レベルのモデルが集団で異なると、でよいしょっと今この発話量 WC の、回帰係数の集団間変動です。これね、変量効果って書いてますね。回帰係数の分散成分が 0.169 という分散でした。これは 0.169 ということは、ルーとしてやると標準偏差になりますね、何もなるんだろう、 0.4 ぐらいですか。標準偏差が 0.4 で、回帰係数が 0.194 だから、まあ、0.2 ぐらい、0.2 の回帰係数から考えて標準偏差 0.4 というのは、まあ、結構大きそうですよね。まあ、そういうふうな解釈もできますが、それに対して
この集団間変動を、他のレベル集団レベルの変数で、説明するとやってみましたよ。で見るべきところはこのレベル間交互作用ですね。ここです。今回は 集団成績で説明してみました。どういうことかというと、発話量が、高いほど多いほど満足すると、ねいうことが、まあ、個人レベルでも分かったわけですね。だからよく喋った人ほど満足してるわけです。でその効果っていうものは結構集団によって違う。でそれは集団成績によって違うんじゃないか。それは、いい成績の集団はおそらくなんかまあいいこと言ってる可能性ありますよね。で悪い成績だった集団っていうのはなんか愚痴こぼしたりとか、あ敵集団の悪口言ったりとか分かりませんが、なんかあまりこうなんか よさげじゃないことを言ってるかもしれない。でその発話内容にがその集団成績によって予測できるんじゃないかっていうふうなことをもし考えたとしますね。そうするとこの交互作用の、まあ解釈が、まあ、できそうなのが、まあまあ、それぞれいいんですけれども、実際交互作用は優位だったと。で先ほど 0.169 だったのが 0.079 まで、減ってますね、変動が。これは、まあ、言うならば集団レベル集団間変動の残差ですね。これは減ってしかるべきですが、この集団成績を投入することに、この交互作用を投入することによって、減っている。これをパス図で表すとこんな感じ、こういう感じですね。で回帰数の集団間変動が 0.079 だ。まあこうまあ、パス図で書くとこんな感じのイメージです。でただですね、この集団間変動は今レベル1のところに書いてますけれども、こいつはレベル2の、変動ですからね。それは注意してくださいね。この変動はこの満足度と同じあのレベルのものですからね。なぜここには共分散が仮定できますから、そこだけちょっと注意してください。で分散債務がどういうふうに変動したかというと、 0.169 から 0.079 まで減ったということで、まあ、半分ぐらい説明してるんじゃないのというふうに考えられます。ただ あんまりですね、これを R 事情のような分散説明率としては解釈しない傾向にあります。なぜかというと、この集団間変動ですね、結構不安定でして、場合によっては分散説明率計算すると負になったりしちゃうんですね。で R 事情がマイナスになったりみたいなこともあります、まあ、効果が小さければですが、ということもあって、あと他の説明変数との兼ね合いで結構微妙な変化をします。そういうこともあって、あんまりこれをこう R 事情で表記したりすることはありません。ただまあまあまあ一応目安ですね。はい、入れてます、書いてますが、交互作用を入れても分散増えることがあるので、そこだけちょっと注意してください。交互作用項が優位だったら、回帰分析でも分散分析でもそうですが、単純効果の検定をしたくなりますね。で HLM でも当然そういうことができます。で、単純効果の検定はその集団成績が連続変量であれば、まあ慣習的にはマイナス 1SD とプラス 1SD で、スライスしてやって、こういうふうなグラフを書くということもあるわけですね。まあ、このやり方は後でお伝えしますけれども、こういう感じでグラフを書いてやれば、集団成績が低い、ポイントでは発話量の効果はないけれども、集団成績が高いポイントでは発話量の効果が非常に強いというふうな感じで、解釈することができますね。これはまあまあ重回帰分析の交互作用と同じような見方をすれば OK です。ということで、まあ、デモンストレーションはこんな感じで、まあまだ実践編いきませんが、基礎知識の行く前になんかここまででなんか質問ある方いらっしゃいますか。はい、はいはい、
当然その、おお、何かした、まあいいや、あ、そうだ、言わないといけないですね、集団化変動を仮定すると、まあ、予測力が向上するわけだから、AIC は絶対減るんじゃないかっていうご指摘だと思うんですけども、AIC はそのパラメ推定するパラメータの数っていうのが、まあ、言ったらペナルティーになるんですね。で、まあ、大体1個推定すると AIC は2の、ペナルティーがつくんですね。で、集団化変動を、なんだ、回帰係数の集団化変動を推定すると、その分散成分1つと共分散1つの2つが、まあ、増えるわけですよね、推定するパラメーターが。ということは4 の、 あのペナルティーがかかるんです。で、AIC4 分の予測力の向上があれば AIC は下がりますが、そうでなければ増えてしまいます。だそれで、まあ、判断すると。で AIC というのはまあどっちかというと複雑なモデル好むので、まあ、BIC とかその辺合わせて見ていただいて、ですね、まあ、判断してもらったらいいかなと思います。はい、あと、まあ、AIC と一緒に誘導比検定みたいなのもできますね。そうですね、まあ、誘導比検定はある種の検定なんで、これもサンプルサイズに依存しちゃうんですけれども、まあ、そういう方法で、判断することもできます。はい、他いかがでしょうか。それは検定っていうもの自体が、僕があまり検定で判断するっていうのは僕自身があまり好きではないからですね。というのはサンプルサイズに大きく依存してしまうわけですから、そのサンプルサイズが大きいと、まあ、大体優位になってしまいますよね。でもそれがその本当に何て言うんでしょう、特に心理学者っていうのは予測力向上も大事なんですが、なんですかね、現象を、まあ、より倹約的に説明したいみたいな欲求も強くてですね、何でもかんでも優位になってしまうと、まあ、なんかむやみに現象を複雑に記述してしまうだけというふうな気もします。でやっぱりそのこれからですね、検定だけに頼るよりは効果量とか情報量基準っていうふうな観点でモデル選択をした方がいいんじゃないかなっていう僕からの、なんかね、考えております。はい、もちろん有識検定していただいて結構で、大抵のソフトウェアはなんか AIC が出るという以上、誘導も出ますから、対数誘導出ますから、普通に計算もできます。他はいかがでしょう。はい、じゃあ、HLM の基礎知識ってところですね。これは実践編行く前に、まあ、知っとくと便利かなみたいな話を、します。はい、まず根本的な話ですね。HLM を使うべきかどうかの判断。そうそう、たまにすごい音がしますね。一体僕は何をしてるんだろう。コントロール不可能と音が鳴ってしまいますね。はい、まあ、それはいいとして。はい、まず、嗅内相関係数ですね。これ、まあ、何べんも言ってるんですが、0.10 とか 0.05 とか、まあ、いろいろ言いますけれども、まあ、大体あれば使った方がいい。で嗅内相関係数は実はですね、これ、判断が実は難しくてですね、その集団内の人数とかにもよっても、なんですか、推定の安定性みたいなのも結構変わってくるので、嗅内相関だけっていうのも、いまいち信頼できないですね。でそれに対してデザインエフェクトっていうですね、指標がありまして、1たす、K、アスタリスクはこれは平均的な集団の人数ですに嗅内相関かけるっていうですね、まあ、要は嗅内相関に集団内人数をかけたものですねを、まあ、ある種の指標として使おうみたいなものもあるんです。これミューテンが、ウェブサイトでなんか提案してます。でこれが2を超えたら HLM を使うべきだということですね。なんでここに1を足してるのかって僕はさっぱりわからないんですが、なんか1足して2を超えたら、HLM を使うべきだというか、マルチレベルモデルを使うべきだというふうに言ってます。ただですね、この指標も、あんま完璧じゃなくって、これ集団内人数2の場合は常に使わなくていいことになっちゃうんですね。集団内人数が2の場合考えてもらえばいいんですが、 2-1 で1になっちゃいますよね。で嗅内相関は1を超えないので絶対これ2超えないことになりますね。で
だからこれはどっちかというと集団内の人数が多い場合の一つの指標になるかなと思います。で、僕のおすすめ基準ですこれはあくまで僕のおすすめなんで論文に書かないでくださいね。まあなんかどうしようかなってなった時にはちょっと参考してください。まず、救命相談が優位だとか 0.10 以上という場合には、まあ、使った方がいいと思います、ね、で、とりあえず使おう。で 0.10 以下なんだけれどもデザインエフェクトが2を超えてるぞという場合も使った方がいいと思います。で、それ以外ですね、要はどっちかの基準で引っかかったらとりあえずマルチレベルを使いましょうというのが僕のおすすめです。で迷ったらですね、回帰分析と HLM を両方やってみて、で推定結果が違うということであれば HLM を採用するです、ね、一緒であればもう回帰分析でいいわけです。まあ、そういうふうな判断もできるかなと思います。まあ、これは僕基準ですのであんまりなんですよね、なんか妥当性があるかどうか分かりませんが、まあまあ参考にしてください。はい、で HLM の推定方法で、今までは採用法の話しかしてませんでしたけれども、だいたい HLM には推定方法が2つあります。1つは採用法、1つは制限的採用法ですね。まあ、どっちも採用法の仲間なんですけど、採用法っていうのは全てのパラメータを同時に推定します。で、まあ、これは非常に効率が良いわけですね。だから全勤的に有効です。で、しかしですね、全勤理論にのっとっているので小サンプルの場合にはバイアスが生じます。特に分散成分は普遍推定量ではないので、小サンプルの場合ですね、ちょっと問題が あるんですね。で、分散成分っていうのは結局集団間変動を推定するときに、その変動を知りたい場合には問題になります。特に小サンプルの場合、これは集団の数です。だから集団の数が20しかないぞというの場合には採用法っていうのは実はですね、ちょっと厳しい。で、そういう場合にですね、この制限的採用法というのがあります。で、制限付き採用法は、全てのパラメータを同時に推定するのではなくって、まず固定効果を推定した後、それを除いた部分で採用法するんですね。なので最小値情報と採用法を組み合わせた方法とも言えます。そうすると分散が普遍推定量になるということが分かっています。しかし欠点もあって、固定効果についての情報量基準を参照できません。これは固定効果は採用法を使ってないからなんですけども、使ってないので誘導は固定効果が増やそうが増やす前が誘導は何も変わらないことになってしまうんですね。段差が変わればもちろん変わるんですけど、固定効果のその自由度というものが組み入れられないんですね。なので固定効果のモデル選択には使えません。情報量基準が使えません。あと推定効率は採用法と高くないっていうですね、この2つの違いがあります。で、例えばそうですね、どうしても集団とか地域とかが、まあ、20とかしかないというふうな場合ですね、は制限付き採用法をとりあえず使うことをお勧めします。で、集団の数が豊富にあるぞという場合は採用法をお勧めする。まあそういうですね、感じではないでしょうか。でも大抵のソフトウェアは制限付き採用法がデフォルトです。なので多分知らずのうちに制限付き採用法を使っているとは思います。はい、しかしですね、本発表では採用法を一貫して用いています。まあ、これは実は理由がありまして、僕の作ったソフトウェアが採用法しか採用してないというですね、非常に個人的な理由です。はい、で、実際、これ SPSS ですね。推定の違いを見てみましょう。ね、見てみると何が違うかというと、実は固定効果はほとんど変わらないですね。あ、ごめんなさい、これ分散成分か。あ、分散成分変わってますね。0.211 と 0.128、121と128が、ぐらい違いますね。あと標準誤差も、制限付き採用法の方が大きくなりますね。なので検定結果もピーチも微妙に違うということです。これ集団の数が100なので、こんなもんですが、集団の数がもっと小さいともうちょっと推定値に違いが生じます。なので100ぐらいだったらばほとんど無視できる違いかなっていう気はします。はい、集団の数が十分大きい場合は ML で問題ない。集団の数が小さく説明変数の数が 多くしたい場合は RML の方が無難ですよ、ね、で HLM に限った話ですが、分散の推定値そのものにあまり興味がないことが多い、ね、分散分析をしたい場合はこれ大きくかかってきますが、
1リムの場合ですね、その集団間効果というもののその分散推定値そのものに興味があるかどうかですよね。もしないのであれば別に裁縫でもいいんじゃねっていうのが僕の考えで、多くのソフトウェアでは、裁縫法を使った場合でも T 分布を使った検定を行います。なので、ちゃんと自由度を組み入れた検定をやってるわけですね。まあ、本来それは正しくないんですけど、ただタイプ1エラーを犯すよりはマシだろうということで、おそらくソフトウェアはそういうふうにしてるんだと思います。そういうことで考えれば固定効果は実はそれほどですね、T 分布を使った検定さえしてやればそれほど大きな間違いを起こさないだろうとは思うんですけども、まあ、それでもやっぱり気になるっていう方は RML も使った方がいいと思います。ただ固定効果についての情報量基準が使えないっていうのは、まあ、分野によっては結構致命的な欠点かなとも思います。まあ、社会心理ではあんまりかなって気はするんですけど、ね、社会心理残念ながらまだ優勢検定しか見ませんからね、まあ、どっちでもいいじゃんっていう方もいるかもしれません。僕は一応最優法推しです。ラウディブッシュもなんか最優法推しですね、はい、ただ心理の人は RML が多分押すんじゃないかなと思いますね。なぜかというとサンプルサイズが小さいことが多いからですね、はい、でこれですね、あの個人的なあの好みを押しておくと、まあ、ベイズ推定いいよっていうことですね。で、MCMC でベイズ推定すると実は最優法に比べていろいろアドバンテージがあるんです、ね、分散成分が、の推定値が最優法に比べて妥当だし、小さいサンプルでも推定できるし、情報量基準見れるし、パラメータの正規性仮定しないし、いろいろいいですねっていうですね。で、まあ、興味ある人はこちらの資料を見てくださいということで、これ別の研究会で発表した資料です。あの、まあ、興味ある人はスライドシェアで置いてますので見てください、はい。で、標準誤差の推定方法にも実は2種類あります。これは HLM に限った話ではありません。例えば一般化線形モデルとかでも、よく使われます。何かというとロバスト標準誤差ってやつですね。で、モデルに基づいた標準誤差っていうのは普通の回帰分析でとか普通の HLM で推定されるものです。これはモデルの仮定が正しいという、前提で推定します。で、HLM の場合は結構この仮定が実は厳しいんですね。まず残差の正規性っていうのは、まあ、当然ありますし、なんだ残差の非独立性ですねもう当然あるわけですが、各グループの分散が等しいという仮定があるんですね。これは結構厳しい仮定で、これが満たされていないと、まあ、そのなんだ、標準誤差の推定にはバイアスが生じます。で、ロバスト標準誤差が、何がいいかというと、このモデルの仮定から逸脱してもですね、補正してくれるわけです。で、要は危険率を 5% にとどめてくるわけですね。で、大抵のソフトウェアで出力されるので、HLM の場合は特にですが、ロバスト標準誤差を見ることをお勧めします。ただロバスト標準誤差も万能ではなくってですね、サンプルサイズが小さいと良くないみたいな話もありますし、なんかアンバランスデータの場合っていうのはあんまり良くないんじゃないみたいな話も実はあったりはするんですけれども、ただこの各分散グループの分散が等しいというこの仮定ですね、これがなかなか成り立たないので、個人的にはロバスト標準誤差見ておいた方がいいかなと思います。で、こんな感じです。よいしょ、これぐらい違います。びっくりですね。発話量の効果 0.054 の標準誤差がロバスト標準誤差と 0.070 になります。これどっちが正しいかって、おそらく下の方が近いです。で、ブートストラップ法 と、ロバスト標準誤差は結構近い、推定結果を出すので、やっぱり正規性から逸脱する場合にはとか、モデルの仮定から逸脱する場合はこちらを参照した方がいいだろうと思います。はい。で、推定値の標準化ですね。回帰分析の場合はベータですね。あれベータって僕言うの嫌いなんですけど、まあいいや、それはどうでもいいとして、標準化回帰係数ですね、を出力してくれますし、それを報告することが多いと思うんです。で、HLM でも標準化係数出ないんですかみたいなことをよく聞かれますが、回帰係数の変量効果を仮定すると標準化係数の推定ができなくなります。これは全体の分散が1位に定義できなくなるというですね、ちょっとややこしい問題によるものです。で、なので効果量が1位に定義できないですね。で、そのまあ要は切り分け方がいろいろ出てくるので、そのどれが正しい標準化係数なのかっていうのはまだよく分かっていません。
で、ただですね、切片だけの変量効果を考えている場合、すなわち、回帰係数の変量効果を仮定しない場合は、普通の回帰分析と同じような方法で、標準化係数を推定することができるようです。で、変量効果は書いてますね。変量効果を仮定しないと標準化係数を定義することができるんですけども、しかしその方法も複数ありまして、全体の分散で標準化するのか、レベル1、レベル2ごとで標準化するのかっていうですね、手法があるわけですね。N プラスっていうのは下の方法を使います。で、僕のプログラムは上の方法を使ってます。まあ、どないしたらええねんっていうところですね。まあ、それはまあ、報告する場合でも、その辺をちょっと意識して、報告する必要があります。はい。次、これですね、変量係数の分散と交互作用です。レベル間交互作用が見たいと、ね、思ったとします、ね、なんかレベル間交互作用かっこいいじゃんと思ってみたいなと思ったと。しかし回帰係数の分散が有意じゃないと、ね、これではレベル間交互作用が見れないぞというふうに思いますが、先ほど言ったように有意性検定は万能ではありませんし、分散成分の有意性検定は、今のところこれがベストっていう方法もそんなにないんですね。どれもやっぱりなんか何かしら問題がある。で、なので有意性検定だけに耐えるのはあまりよろしくないと思います。で、まあ、先ほど言った AIC とか、そういうものを使って、あるいは実質的な科学的な観点からして、これは集団間に違いがあるはずだというふうに考えて、まあ有意でなくてもレベル間交互作用を想定することは十分可能というかあり得る話だと思います。ただレベル間交互作用の効果は本当に集団間のその回帰係数の変動がないんだったらレベル間交互作用は期待できません。有意かどうかということと、そのデータで集団間変動があるかどうかというのは、まあ、別の話ですね。全くゼロのデータというのはほとんどないわけですけども、本当にでもやっぱりないんだったらレベル間交互作用自体はやっぱり期待できません、はい。で、この分散成分の有意性検定の難しさというのは、ここに書いてさっきから言っている通り、分散を正規性を仮定したこの SAS SPSS の検定はかなり保守的なので有意にならないことが多いです。だからこの検定で優位にならないからといって、レベル間交互作用を諦めるというのはちょっと早い。で、HLM7 とかは、もうちょっと良い方法を使っています。で、ラウデンブッシュはこっち押しです。開示状検定ですね、を使った方法を押しています。あとはやっぱり情報量基準とか、信頼性とかでですね、評価する必要があるだろうと思います。6番目。発話量の集団レベルの効果に集団平均値が投入されましたね。で、ここでですね、実は僕はなんかあたかもそれでいいんだ的な感じで、話し進めてきましたが、実はですね、集団平均値と目的変数の間の効果っていうのは純粋なレベル2の効果ではないんですね。なんじゃそりゃと思われるかもしれませんが、集団平均値というのはですね、実は個人の情報というのが含まれているんですね。で、それは集団平均の信頼性を確認することで分かります。で、今回発話量の集団平均の信頼性はアルファ係数です。その個人でそう平均出したの値ですね。それは 0.581 ということで非常に低いんですね。ということは、この 42% は集団の変動以外の情報が入っているということです。何が入っているのかですよね。で、 42% の中が全部測定誤差だったらそれはそれでいいんですよくないですけど、まだマシなんです。それは別にその効果が希釈化とか希薄化されるだけの話なので、まあ残念ではあるんですけど、まあいいんですけども、それだけじゃなくて実は個人レベルの情報が入っちゃってるんですねっていう問題があります。なので信頼性が低いは要注意です。で、 HLM ではこれは対処法がありませんね。これは結構実は大きな問題です。これ実はマルチレベル構造的モデルなら正確に推定することができます。まあここの辺の話はまあじっくりしてもいいんですけど、まあそんな興味ないかもしれませんが、重大な問題なんですけどね。集団平均値の分散っていうのはこんな感じで、分散が入ってます。オメガ W は真の 集団内変動です。オメガじゃねえや、シグマ B ですね。シグマ W は真の 集団内変動です。シグマ B は真の集団間変動です。で、K アスタリスクは平均的な集団人数です。で、集団平均値の分散には
こういうふうな効果が混ざっています。すなわちシグマ W が入っとるということですね。これどれぐらい入ってるかっていうのは先ほどのアルファ係数で大体推定ができます。で、目的変数の集団内変動とも共分散が生じてしまうので、集団平均値っていうのはあのモデル推定上なので、問題ですよと。で、これは、まあ、サクッと話しておきますと、僕がやったシミュレーションですが、集団レベルの母相関が0と仮定したとしても、HLM だと集団平均値をレベル2に投入すると、これ個人レベルの母相関 0.5 の場合ですが、危険率がですね、5% にとどまらないということですね。問題だねっていう話です。で、マルチレベル SM は 5% にきれいにとどまります。まあそういう問題があるので、実はですね、結構これ深刻な問題じゃないかと僕は思ってはいますが、これを明示的に言っている論文が実はあまりないのでですね、どうしようかなっていうところがあります。はい、まあ、これはまあその別の話ですね。はい、はい、まあ、2時前になりましたけども、理論編が終わりました。で、なんか質問ありますでしょうか。マルチレベル SM の場合は特にそうですね。マルチレベル構造方程式モデルはですね、制限付き最有法で推定するソフトウェアがないんですね。だから実質まあできないんですよ。でとなると、かつですね、まあ、大体 M プラスとかああいうソフトウェアは、ワールド検定というですね、正規分布を仮定する検定を使います。となると、前期入力を使った最有法だとですね、やっぱりタイプ1エラーの恐れがあります。で、実際サンプルサイズが例えば5とか、ね、集団の数が極端な話5とかだったらかなり危険率が高いんですね。もう 5% 超えちゃうわけです。なので、まあ少なくともどうでしょうね、どれぐらいあったらいいかってちゃんとシミュレーションした方がいいんでしょうけど、まあ、50とかはいるのかなという気はしますね。だからマルチレベル SM はまあ結構大きな集団サイズを要求するというふうに思ってもらっていいと思います。ただベイズを使うとですねすいません、ベイズ推定だと小さいサンプルでも妥当な推定ができますので、そっちの方がまだ可能性があるから。で、 M プラスは幸いベイズが搭載されてますので、まあそっちをおすすめします、もし小さいのであれば。はい、他いかがでしょう。はい、あ、奥の方すいません。はいはい、HLM7 は直接的には出さなかったかもしれないですね。自分で計算ができます。 AIC は簡単ですので、逸脱度デビアンスでしたっけ、あれからですね、推定法によりますね。その制限付き最有法でしたら変量効果の推定しているパラメータ ×2 を引いてあれば AIC になるはずです。で、SPSS は AIC 出しますので、まあ、1回もし不安でしたら同じモデルを SPSS と HLM7 で両方やってみて、まあ、その手計算やって一致するかどうかを確認していただいて、なんか感覚をつかんでもらえればいいかなと思います。はい、はい、どうぞ。要は市町村と都道府県が混在しているということですかね。ちょっともうちょっとじゃあ、具体的にすると、例えば、まあ、人口の少ない県は都道府県で取ってるけれども、東京都は23区でそれぞれ別々に取ってるみたいな感じですかね。多分大丈夫なんでしょうけども、
そのサンプリング理論にのっとるとどういうふうに解釈しているのかっていうのは僕はちょっとそこら辺明るくないのであれですよね。その本来の多段抽出法の観点から見て正しいのかどうかっていう点はちょっと気になりますが、ただのその統計モデルっていう観点で言うと別に問題ないと思います。ネストさえされてればですね大丈夫ですね。はい、あ、ええ、なるほど、はいはいはい、なるほど、はいはい、そうですね、一応おすすめします。はい、で制限積算予防でも、まあ、その AIC が使えないという、まあ、情報量基準が使えないという欠点はあるんですけど、まあ、推定という点に関してはやっぱり少ないサンプルだとそれがおすすめですね。で結構僕さっき冗談めいて言いましたがベイズは結構本気でおすすめですね。経済学では結構もうベイズ使っている人が多いと思うので、でそうですね、HLM をベイズで推定することができるとなると例えば R とか M プラスですね、そのあたりを使われるといいかなと思いますね。うん、なので、だから今、再予報と制限付け再予報だけを並べて話しましたが、まあ、MCMC っていうのも十分っていうか、結構僕としてはおすすめの選択肢として入ってくるので、なので少ないサンプルサイズでも、事前分布がうまく活用できれば、いい推定ができると思います。はい、あ、そうです、そうです。はい、ということもできるんでしょうね。やったことないのでわからないですが、理論上はできると思います。はい。あ、はいはいはい。変わらないと思いますね。はい。まあ、解釈が大変だろうと思いますが、はい。あ、さっきのレベル3でも大丈夫と。はい、他ありますか。はい、どうぞ。集団価の変動そのもの に、まあ、分散は、まあ、まさに分散なので例えばルートしてれば標準偏差になりますし、まあ、それはそのまま解釈していただいたらいいとは思うんですよね。で、まあ、私が心理学ですのでどうしても解釈がですね、その何ですか、変数に効果があるかどうかっていうところに興味があることが多いんですね。でその予測ですよねとかそこにはあんまり興味がないことが多いので、まあ、こういう感じの説明になってますけれども、回帰式ですね、あ、すごい音した。回帰式自体は、まあ、言うならば、もっと前か。よいしょと。回帰式自体はこいつですから、まあ、この辺りの変動っていうものをちゃんと解釈してあって、見てあるとか、この残差得点も出力できますし、それぞれの集団ごとの得点を出してやって、解釈するってことも当然できるとは思いますね。ただすみません、私にその分散の解釈のその細やかな何ですかね、感じっていうのが、あんまりこうやったことがないので、あんまりこう気の利いたコメントができなくて申し訳ないです。はい、いかがでしょう。なければじゃあちょっと一回休憩とか言いましょうか。はい、そうですね。じゃあ
前編、2時20分ぐらいですかね、から始めることにしたいと思います。よろしくお願いします。で、